ミハイル・ペトロービチ・アル・チバーシェフは19世紀後半から20世紀前半のロシア分断を代表する作家である。1878年、ハリコフ州オフティルスキー軍ドブロスラボフカ生まれ。父は土地の生地主で官員を務めたことのある人物であった。母はポーランド人で結核により、ミハイルが3歳の時に死去している。 オフティルカの学校で16歳まで教育を受け、1895から1897年までは官員を務めた。その後1897から1898年にはハリコフ美術学校で学ぶ。1898年にはアンナ・コブシコと結婚する。1898年にサンクトペテルブルクへ移り、フリーランスのジャーナリストとして活動するようになる。 近代主義小説の代表的作品で、性欲賛美をした、サーニンやその続編となる、自殺賛美をした、最後の一戦が有名である。特に、サーニンは、当時の若い世代を中心に、一世風靡し、サーニズムという言葉まで生んだ。他に、ランデの詩人間の波などの作品がある。ありがとうございます。